ですよ、そんなの。ちょっと待ってって。ほらほら、あった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 。ほら、これだよ、これこれ、ほら。まあ、そのためにいちいちスピードマスター出したくないですね。なあ、なん、どうせ死体だもん。どうせとかって言うなよ、お前。生きたらどうする、責任取れんのかよ。いや、責任とかは取れないですよ。だろ、でもここでスピードマスター出すと燃料がなくなる。燃料がって何よ、ファーブルまであとちょっとじゃん。足りるよ足りる、こんだけあれば足りるって。でも、もしものことが。もしものことがなんてねえよバーカ。そういうこと言ってっから、お前いつまでたっても彼女できねえんだよ。彼女できないって何ですか。もうできたの。いや、まあ、できなくもないっていうか、彼女なあ、いねえんだろ。まあ今は、今のところはですね、僕のほら種族的な問題とか宗教的な問題とかいろいろ。とにかくさ、もう出動させてよ。ほらなあ、もう準備完了って感じよこれ。ほらなあ、ほらなあ、見てよほら。でもとか言うなよハゲ。ハゲって何ですか、あなた。あなたハゲじゃねえか。ハゲだけど種族的に毛がはってないんですよ僕ら。とはいえですよ、そういう人をバカにするようなこと言われると僕だって怒ります。とにかくもうスピード落として。トラバーさんね、長旅に飽きて出動したい気持ちはわかりますが。長旅に飽きたんじゃねえよ、避難ポットだから助け出したいって言ってんじゃねえかよ。今まで避難ポット助けて生きてる人が入ってたことはありますかね。ないでしょ。ないんです。何してんですか。ない世代前の戦争のポットなんですから、この辺にあるのは。でも一応あれだろ、避難ポット見逃すと協定違反になるんだぞ。あ、ここはどこですか。すでにもうファーブルのエリアですよ。通信がどことも繋がらないほど遠い地の果てなんですよ。歌わないでください。仮に助けたとしましょう。仮に生きてたとしますよ、そのポットの人が。通信不可知ですから、その人の面倒を見るのは僕ですよ。そうでしょ。俺が見るよ。いませんよ、口ではそう言ってても実行はしません。早く死んでたらどうするよ。ほら、なんだよ。あなたただ気晴らしにスピードマスターに乗りたいだけでしょ。なんとなく一人で宇宙に行きたいだけなんだ。やっぱそうだ、やっぱそうだ。なんだと。ダメですよ。なんでだよ、避難ポットだぞ。僕らの仕事はファーブルのマーキングですよ。マーキング知ってるよ。何日かかるかわかんないんですよ。通信がどことも繋がらないんですよ。自分らのことは自分らで解決しなければならないのです。もちろん避難ポットのことは大事なことです。でもそれはマーキングを終えてケアに戻ってレポートを出すときにレスキューに連絡するか、マーキングを終えてケアに戻る途中の通信可能地帯に入ったときに避難ポットのことを伝えればいいじゃないですか。つまりですね、今僕らどこ行くんですか。人の話を聞いてください、この野郎。生きてるんだよ。え、感じるんだよ。Thank you.
新海くん、新海くん、ひどいよ、そんな風にしなかったって。ひどいよ、ひどいよ、新海くん、冷たすぎるよ。ひょっとするぜ。どうした？これはすげえ。ちょっと待って。あれ見えねえよ。あれちょっと待ってくれ。おい、なんか出てる。出てるだよ、なんか。なんか。え、なんか。ジャケあいつは一体何なんだ、いつ起きるんだ、うん、わかんねえな。あの傷が痛々しいけどな、うん、ありゃなかなかの、なかなかの。なんだよ、みたいなは。童貞のスケベ心がうずくんじゃねえの、うん、童貞じゃないんだもん、僕も。ねえ、童貞じゃないでしょ、僕童貞じゃ。おいおい、そそがいてんじゃねえの、あのタンクトップ姿によ、うん、うん、うん、お？うるさいな、もう。あ、な、こん。やめてくださいよ、本当にもう。あれ、あれれれれ。何よ。マジマジなの君。なんだよ。発情期なんじゃねえの？うん。やめてくださいよ。うん？うん？っていうの。うまいね、落ち着くね。しかしさ。うん？なんだってエリア78だけ残してマーキングを終わらせたのかな、末崎たち。あと 2,3 日残ってれば終わる仕事だったのに。よう。ああ、どうも。エリア78マーキング行くんだってな、今度。ギャラいいからね。どうしたの。いや、なんだよ。いや、なんかさ、なんかあったらごめんな。なんかって？なんかってさ、なんかこのお仕事ギャラがめっちゃいいじゃん。うん。だからさ、はめられたかもよ、としたら。ババ引いた。ババ引いた！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 どうした？いない。ん？あ！何よ。ああ、寒いから勝手に借りたけど、これ。あの私はトラバ、通称トラビスチルアニスター、通称トラバです。わ、私はでもジル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 新海と呼ばれてます。新海と呼んでくれていいです。はい、私はミクルだと思う。シャツに書いてあったから。あ、覚えてないの。何にも見ていい。頭ん中の中。ああ。どうよ新海、何見える？なんだよ、消されてるわな。なんで？ああ、よくあるぜ。なんか成金のガキとかはさ、戦争体験がトラウマになんないように避難ポット入れる前に記憶消すんだの。へえ、すごいもんね、この傷。でも、よかったんじゃないのかな、記憶消されててさ。どうなの、これから。うわ。これそう。ああ、これこれ。惑星。ああ、今俺たちが向かってるとこね。え、これがこれか。どこに降りるの？ここここ。この点々になってるとこだ。わかりやすくする。お。
ここここ。これは分かりやすい。まあね。来た。悪い。なんで何するの？なんで叩くの？なんで？ね、何？おめえが生意気そうな顔知ったからよ。何それ、何なのそれ、あなたね。この赤い点のところがエリア78だ。そうね、そこのマーキングしに来たわけだね。僕は何のために？まあ何のためにって言われても、まあ仕事だからしょうがねえわな。まあ住める星は数足りてますけど、とりあえず戦争も終わったし、することないから未来に保険かけて、とりあえず調べてくってことじゃないかと私思うわけですよ。いや何よ。何よって何よ。なんだお前そのジェスチャーは。王様かお前。ひょっとしたらそうかも。いやどこの野郎やろ。止めてみたらとにかく僕らの住んでる星からかなり遠いんだよね。通信切れてるくらいだから、この辺は。だったらほっとけばいいのにね。まあそりゃそうだけどさ、俺たちここ来なかったら君助かんなかったんだよ。君は。そっか、とりあえずまあよかったね。と気持ち悪い顔すんじゃねえよ。何よ。今のはトラバが悪い。あのね、こいつ君のこと見過ごすつもりだったんだよ。え、トラベット、うん、インクルじゃあ何、そのフィストプラネットっていうのに出場するために、この惑星探査、惑星探査の仕事を受けたの。ギャラがいいからな。かなりいい。そのフィストプラネット、それは何するの。能力同士の素手の戦い、まあ能力同士の喧嘩だね、簡単に言えば。能力？能力っていうのは君を助けたスピードマスター。スピードマスター？見る？あ、これに助けられたんだよ私。そう、正確には俺が助けたんだけどな。それは置いといてと。いる？生きてんのこれ。ああ、生きてる、俺の相棒。俺の相棒でもある。もともとは考える武器っていうのがあったんだ。君の記憶の消された部分の話だよ多分。そんな話聞きたくねえだろ。聞く。じゃあ簡単に、考える武器の前に悲惨な戦争があったんだ。おい、その話はいいだろ。まあとにかくいろんな星がボロボロになったんだ。でやっと戦争協定っていうのができて、ミサイルとかガスが使えなくなって、兵器会社の科学者たちの出した答えが考える武器ってやつだ。どんなの。こいつが一人で勝手に動いて大量殺人するのをイメージすればいいよ。一人で勝手に動くの。ああ、こいつは俺が不満ないと動かないよ。昔はそういうやつがいっぱいいたって話だよ。ワクチン打てば動かなくなるって決まりがあったけど、半分は不良品だった。終戦してもワクチンが効かねえで大暴れしてるバカ野郎だらけばっかになったんだな。で結局あまりに悲惨な世界になって、やっと目覚めたおっさんたちが考える武器を協定違反にしたわけ。で不良品の考える武器を破壊する武器の開発が始まって、生きたのがこいつらみたいな人間が操作する考える武器能力。結局私ってのは2時代の人なんだ。どうでしょう。本当だったらおばあさん。うん、そうね。で、フィストプラネットって何？だから終戦しても能力が一応バージョンアップされて生活の中に入ってきたの。便利だからな。今やその辺のガキだってジャンク屋で部品集めれば作れちまうぐらい広まってんだ。通販で作れんだぜ。本当に？本当さ、さっき見たスピードマスターも新海が作ったんだ。すごい。軍隊で使ってたのを改造しただけでローンも高に残ってる。能力の草レースの互い回で一度も負けたことがねえからスピードマスターって名前がついてんだ。草レースのことをフィストプラネットって。違うよ、宇宙中にある力自慢の能力を集めて一番強いのは誰かっての決める大会だよ。内容がシンプルなだけにな、宇宙中で今一番盛り上がってる話題だよ。バカみたい。バカみたいだから盛り上がるんだよ。ただし参加費がバカ高い。さあ、だから怪しい仕事でも何でもやってんだ。うん、それに勝つとどうなの。ベスト10で3億ギガ優勝すれば50億ギガ。50億ギガっつったらちっちゃい星とでかい船買ってもまだ余る額だ。すげえ。余った金とこの船のローンとスピードマスターのローンを返す。勝てんの。自信はあるよ、ベスト10くらいだったら。何その意味、失礼だな君は。んちょっと新海君行ってやってよ。トラバーは軍隊一の能力使いだったんだ。軍人？ナンバーワンパイロットだったんだ。でもあまりにも他のパイロットとの能力差がありすぎて、なんだかんだ理由つけられて軍隊を出されたんだ。僕もトラバーの専属のメカニックだから一緒に除隊されたわけで、今はしがない、何でもや、ギャラが良ければ何でもする。今はな。へー、
すごいんだね、トラバってまあそうね、すごいかすごくないかっつったらすごい方の部類入るかな、深海よりは。何をその言い方何その言い方、話しないでくださいよ深海だってすごいぜ。そうよ。どこが顔かね、顔って何、顔って何、ほっといてよ、失礼でしょ。中毒が違うんだから、あなたたちの美的感覚で物言わないでよ少しオカマっぽいとかあるよねほっときなさいよ。オカマっぽいとかオカマっぽくないとかそういう話じゃないでしょ。深海だってすごいよって振りがあったでしょ。なった。どこがすごいか聞きなさいよ。ちょっと予想しな、ね、聞いてみくる、聞いてよ、聞いて、マジマジマジ、おい大抵入っぞ。聞かねえのかよ。どうや、何の問題もなしっていうか、なんていうか、症状悪かったとこ全部治ってる。なに、見た目には分かんないけど、金属疲労してるとことか治ってる。なんだよそれ、どうしてねえ。知るかよ、どうなってんだこの話。噂では聞いてたけど、何、いや前のマーキングをしてたやつらの一人が慢性の頭痛持ちだったんだけど、この星に着いた途端治ったとか。ほら白髪頭だった末崎よ。あれはだってお前染めたんだろ。私も少し綺麗になってる。いやいやそれはない。俺も少しいい男になってる。それもにいい言う言うと思った。いいとこなんだか悪いとこなんだか。あったこの辺が中心だな。よし、死の五の三だ。よいしょ。よし、正常だな。しまったんだよ、畜生。たっくよ、どうなってんの？あ、おめえか、この野郎。何やってんの、めちゃって、ちょっと待て、おい、なんだ。考えろ、武器かよ。何が
ってんじゃってんの。ああ最高だ。あれどうなってんだおい。この野郎こうなったら奥の手で見てみて。おい何にとって私とかでも出れんの？ね、何出れんのフィストプラネット。私も金さえあってあと能力があってメカニックがいれば。メカニックね。ミクルが出れるとしたらファイターは無理だろうな、うん、能力の形はいろいろあるけど結局のところファイターのセンスと身体能力に合わせて、うん、能力の形はできるわけだから、うん、細かい発表されてないから俺もわかんないけど、ファイターと能力をつなげるブラックボックスのどこの型を使うのかとか、うんうん、結局男の喧嘩大会だから、うん、ミクルが出れる可能性、うん、可能性があるとすればメカニックかな。メカニックって言ってもね、あ何メカニックはいいぞ、ある意味メカニックの大会でもあるからな、フィストプラネットは。こいつだ。なんでこんな奴がここにいるんだよ、チクショー。また最初からやり直しじゃねえか。しないでちょうだい。なんだそら、たく俺ばっかり仕事させないで。仕事しろ仕事。はあ、今日がお茶しよう、お茶っと。じんわり来てるって感じかもって感じな感じ。知識として表面に出るまでにはまだ 2,3 日かかるって。いいわけそういうことして。いいじゃない。目がいっちゃくってんだけ。はいはい。あ、消された記憶は戻んないんでしょ。ああ、新海の話聞いてたらメカニックって楽しそうだなって思ったの。コピーしてあげようかって言われて。なんかメカニックの知識入れてどうすんのよ。フィストプラネットにエントリーするの。なんでそれ。楽しそうじゃん。そりゃ楽しそうだけどそれだけかよ。思いつきは大事だよ。大事だ。お前軍隊の時トレーナーに一部コピーさせろって言われて思いっきり拒否したよなって。おい大丈夫か。ミクルが欲しいって言ったからあげた。欲しいやつなんざ他にいくらでもいいんだろ。おいお前な、話終わってねえよまだ。この星はとんでもない星なんだよって。おい、とんでもないって何やねん。あとで何よそれ。船も取って仕事してくるわ。
なん、変態かお前は。あ？はい。ガッソン？ガッソンだよ。どこのタイプ？中川工業。本物のガッソンだ。マジで。おマジ。強かった。そういう問題じゃねえだろ。なんでこの星にガッソンがいるのかってとこが問題だろ。そうね。そうねじゃねえ。しっかりしろハゲ。なんかぼーっとしちゃって。お前ここ来てから何も仕事してねえだろ。それと体育館入る角度間違えてるの。なんで間違えた？お前が間違えるわけねえんだよ。何度も調べたけどお前が計算ミスることねえだろ。ちょっとなんかわかんの？わかんねえけど、データのねえところに、つうか見えないところに重力波があると仮定するとピタッとくる。それってそれしかないでしょ。マジで？何それ？海賊船ポッカー？みんなが言ってるだけで、本当は巨人星の生き残った人々が共同生活してる巨大独立移動星ポッガ。え？一番ちっちゃい星なのに巨人が住んでた星。戦争中は中立の立場取ってたけど、巻き添え食らって絶滅した異星の生き残った人たちの船。船が海賊船なの？っていうか誰も本物見たことないし、見たら最後生きては帰れないってことで海賊船って言われてるんだ。船長のビッケっていうのがえらい怖くて目を見たら死ぬって噂だけど。帰ろっか。あと何本マーキング残ってんの？まだ一本しか終わってないよ。やられてないよ。まあそうだけど。はい。あ？何？これ夜。夜だから。この場所は暗くならないけど。これがポポポか。今はなき巨人星の生き残りの一人、ライターだ。ライター？あの何も聞くんじゃねえこの野郎。勝手に神の国に入りやがってめえな。あでもここはただの未開の星。神も知ってんだよ。はい、行けばいいんだよ。この言葉だいたい未開の星、未開の星って。お前らにとって未開でもこっちのエリアじゃ観光地みたいなもんだ。中川のガスを倒していい気になってんだよバカ。中川本人やっつけないと話が始まんねえんだよ。話みんな知らない。すいません。話しても文字通りこの星の話が始まんねえんだ。わかるか。マーキングしに来たんだ。未開の生き物を殺すのは協定違反だろバカ。これ以上勝手なことしたら殺すってめえら。マーキング終わったらさっさと帰ってギャラもらって船のローンでも払ってる。なんでそんなこともね。うるせえ。随分生意気な口聞くのね。なんだこの。姫。姫。何それ。つまりこれは言い訳のための資料とも取れると思いますが、何の言い訳かってと、ポットを拾ってミクルという女を救ったらいいけど、そっちに戻ったら消えちゃったなんて言ったら、これギャラどころか裁判沙汰になっちまうので、一応新海の撮った映像を添付しておきます。右がポックアのライターという男、左がミクル。意識会話してんので何言ってんだかよくわかんないけど、要はミクルが巨人星のビッケ王の娘らしくて、ライターが船に戻るように説得してるとこで、これが噂の海賊船、じゃなくて独立移動星ポックア。まあよくわかんないんですけど、ミクルが詳しく説明聞きたいってことでライターに連れてかれてポックアに入っていくところです。我々としては止める理由もなかったのでそのまま行かせました。一応マーキングが予定通り行うつもりですが、まあ何が起こるかよくわかんないので、向こうから連絡があるまで一応待機しておきます。以上。いや、よいしょ。ほら、どこ行ってたの？なーに。マスタースピードマスター出してどっか行ってたでしょ。バレてた？バレバレ。あんまり変な行動取らない方がいいと思うよ。見られてるわけだし、殺されるよ。昨日殺したガスを見に行ってた。あれ変わったことあった？風化して土になってた。なんで知るかよ。でも繋がんだろこの星入ってきた時と。え、
なんだよ、いいって。いや、まさかでしょ。だって機械の調子が良くなったり傷が治ったりとか、そういうのと繋がってるってこと？そういうことじゃないの？新しい星の力っての。どうでもいいけど、どうなるんだろう俺たち。無条件には殺されない感じだけど。このまま帰ったらギャラどうなるのかね。大丈夫でしょ。予定外の問題が起こったらうんぬんってテキストに書いてあったから。まあね、きっとミクルは帰ってこないよね。ミクル通りで腰回りがでけえと思ったんだよな。人生っていうのは男だけがでかかったんでね。お前のチンポじゃ太刀打ちできなかったね。そういうことしんみり言わないでよ。なあ、質問はするな。俺たちは目的を果たすのみだ。俺たち？そういうことだ。この星の話を作るためにまず中川のおっさんをぶっ殺す。見た目はグロテスクだが気にするな。あいつはもう死んでいる。死んでるのに体は生きてるんだ。そいつを俺たちがぶち殺す。分かったか？ちょ、何言ってんのかさっぱり分かりません。要するに何いいかよ。要するにこういうことだ。今から俺たちは神話を作る。あ、神話？挟むんじゃねえよ。俺の星の本に書いてあることをするだけの話だ。簡単な話だ。もう一度言うぞ。俺とお前らで協力して中川工業の中川とガスをぶち殺す。協力してぶち殺すってのが美しいんだ。分かるな？キャプテンビッキーは手を出せない。俺とお前らで中川たちをぶちのめす。なぜならそれは運命だからだ。なんだよそれ。ミクルはどうなったんだ。安く読むな。中川を勝手に探すなよ。巣の場所はこっちに調べてやる。決戦は明日だ。死にたくなければお前らの能力をフルパーチャージしとけ。中川ってのは人間じゃねえのか。ガッソンの生みの親だろ。昔人間になった男だ。そいつを俺たちの方に乗っ取って俺と姫を救った者たちで倒す。以上だ。以上か。本当だって。本当に見たんだ俺。どこだよ。あっちの湖で。どの辺だよ。ミクルが作ったアンモックがあるから近くに行けばわかるよ。いねえじゃん。私のチェック終わったんで。え？最終のチェックしといてね、スピードマスターの。え？なんだっけ？何すんだっけ？ああそうだ、怪物退治だ。軍隊にいた頃はよく野放しにされた不良品のガッソンを処分する仕事をした。スピードマスター単発で乗り込んで処分したガッソンの最高記録は3匹。これは当時の軍隊でもトップタイの記録だ。もちろん何らかの飛び道具があっての話だ。惑星探査でガッソンが出てくるとは思いもよらなかった。だってそうだろ。何しろ俺たちは惑星探査に来たんだから。惑星探査に。味方は得体の知れない巨人性の海賊野郎一人。神話を作るって言葉にくらっときてやる気になったらいいけど、こんな大量のガッソンを見たのは生まれて初めてだっちゅうのー。Yeah!
てやる。充電にあと20分ぐらいかかるから頑張ってね。お前何言ってんの？新海お前ここにあるの？ダメだ畜生。おいお前ももう限界だろ。このぐらい弱気になるんじゃねえ。信じればいいんだよ。この星は俺たちを選んだんだ。いや、そんなことがあるんだよ。なんだよあれ。真打ち登場だ。中川工業を最後にして最高の考える武器だ。あんなバカでけっかっそんマニアの変態社長の生まれ変わりの姿だよ。ああ、俺なんか吐きそうだ。浮気になるなよ、伝説の戦士が。
この後どうすんだ。どうするって、マーキングして帰るよ。本来の目的はそれだからね。そうか。ま、なんていうか、あんたは強いな。でもま、素手だったらどうかな。どうでもいいよ。今度会う時はフェストプレートの会場か。あ、お前も出んのかよ。俺たちももう海賊じゃないからな。一応正規のルートで金稼がないとな。ってことは俺たちは入賞狙いか。メカニックのお姫様によろしく。よいしょっと。新海くん、お茶いる？新海くん、お茶。新海たち、いわゆるチクルン人と呼ばれる種族は30日に2日間のサイクルで先祖返りをする。今日の朝そのサイクルに入ったので、おそらくあと50時間はこのままだ。もう何年もこいつとコンビを組んでるが、そのサイクルに入った新海といるとどうも調子が来る。とはいえ、先祖返りしている新海と一緒にいると妙に心が和む。あんな状態で仕事に支障がないってんだから、つくづく世の中理解不能だ。現実の世界には理解不能な隙間がたくさんあるってこと、先祖返りしている無言の新海は教えてくれてんのかもしれない。はあ、こんなところはもう二度とごめんだわな、新海くん。よいしょ、ちょっと揺れるぜ。俺の名はトラバ、女房役のメカニックは新海。俺たちはスピードマスターでフィストプラネットに出場する。どんな奴らがエントリーするのかと思ってたら、とんでもねえ奴がエントリーすることを知った。まあ簡単に言えば、今回の旅はそんな旅だったってわけさ。Planets.